はいどうも凡人でございます。ということで、えー、今日の動画はですね、えー、J2 リーグ第1節、ジェフユナイティッド千葉対盛、えー、岡、岩手グルージャー盛岡のー軽くうー、まあ、試合の内容についてお話ししていきたいなというふうに思います。結果は0対1で岩手グルージャー盛岡が J2 初勝利というところで、おめでとうございます。えー まあセットプレーの中から宮地選手の,、ね、あの素晴らしいボレーが決まってというところのシーンでしたけどもこの試合はまあ両方同じフォーメーションですね4 2 3 1、e、で臨んできてました、えっと、岩手の方は、まあ、結構前からガンガン追ってましたね両方のチーム千葉の方は、ね、ユン・ジョファン監督らしく、まあ、前からプレッシャーをかけて、えっとまあ、ちょっと ミスを狙ったカウンターというところで岩手の方もまあ昇格組みながら前からガンガン仕掛けまあ極端にということではないですけど前からとにかくプレッシャーをかけてライン高くやってました。と個人的にまあいいそういうプレーが J2 初戦でねなおかつアウェーでしっかりできたっていうのは非常にえいいプレーだなというふうに思いましたし。 またやっぱりそういうプレーがね J3、えー、で長く戦ってきたチームからやっぱり出,る出てくるっていうのも本当に J2、えーまあ、J3 含めレベルが上がったなと思えるようなシーンでもありましたけど、まあ、なおかつう岩手の方はこのウィングバック2枚が、まあ、本,当本当によく走ってました。 攻守ともどもしっかり守っても特にね岩手は後半守備に回ることが本当に多かったですとにかく、まあ、守りながらもうここのライン、ね、ガッチガチに固めながらあや,、えー、やってましたんで、まあ、そういったところも見てて本当に面白かったですし、えー、セットプレーは本当秋田監督らしさが出てましたね秋田監督も、えー、現役時代はあディフェンダーとして、えー、数多くのセットプレーで、ね、点取ってた選手ではありますけど。 まあ岩手はまあ昨シーズン J3 を見ていてもおやっぱりセットプレーからの得点もしっかり生み出してましたしえもっとまあ監督も会見後にまあセットプレー以外のねプレーもオプションをとにかく増やしたいという,ふうにおっしゃってましたんでまあ僕もそういうところができていけば全然 J2 残留というのは夢じゃないなという,ふうに思いましたし逆に千葉の方も負けはしましたけど えと後半入ってから構成、まあ、強めたところが、まあ、とにかくみんなアグレッシブに攻めれてましたし、まあ、そんなに、まあ、もちろん負けたことは悔しいでしょうけどそんなに悲観するような内容でもなかったかなというふうに思います。まあ、まだまだ今シーーズンは J2 リーグもね長いでですしなおかつ加熱日程でね、えー コンンディション万全でできる試合っていうのはなかなかないとは思うんですけど、まあ、その中でも本当にこの試合はまあ両者の、ね、やりたいことがはっきり出ていた試合だったかなというふうに思います、えー、なのでこういう試合をね、えー、次以降もね見せてくれることをまあ個人的に期待したいなというふうに思いますということで、えー、今日の動画はです、ね、ジェフユナイテッド千葉対、えー、岩手グルージャ盛岡のレビューをやっていきましたご視聴ありがとうございました